こんにちは、YouTuberのうまちゃん、さくさん、そしてデッキミュージアムの館長で、構築のマエストロのペリです。デュエルマスター、イエーイ。はい、ということで、はい、デッキミュージアムのお時間でございます。はい、今回は、はい、明日リリースされます、おぉ、豪炎革命レジェンドエボリューションっていう、まあ、パックがね、はい、出るんですけど、はい、そちらのカードを使った対戦動画、まあ、一足先にねちょっとやっていこうかなと思います。やったー。はい、で今回ね、いろいろ収録されていて、はい、レッドゾーンとか、おお、もうなんか最近でも紙でもだってアポロとかで使われてましたよね。はい、使ってましたね。こんなねレッドゾーンがもうついにテーブルでも登場しますと。嬉しい。ということで他にもね、まあ、いろいろね多分昔からやってる人だったら、わ、ついにこのカード来たかみたいなカードもあって、まあ、今日のね対戦の中でも見せれるかなと思いますので、はい、まあ、今回はねそちらで対戦していきたいと思います。はい、早速対戦の方移っていきましょう。いくぞー、やー。はい、はい、ということで、わー、おー、先行ー、おーと先行来ないな、ね、毎月毎月毎月おさあ今回はね、僕はね、はい、新しく登場しましたルカのスキンを使っております。あー、いいですね、こちらもめっちゃ可愛い。はい、こちらバサラの、うん、かっこいいやつ。あ、すごい、なんか喋っている。バサラといえばね、やっぱレッドゾーンですからね。そうですね。で、まあ僕はね、これ今回使うデッキが、うん、まあ多分一番の目じゃバレないか、これ何でしよう、そう、村正リザード、わかりますかこれで。へー、いやちょっとなんだろうって感じですね。これ動画見てるから、まあ、ピンとくる方もねいるかもしれないですね、このカードで。いけいけ、うわー、タレム外せ、いけ、いやもう、よし、すごい、先行2ブーストはダメだって。これは良い滑りだし、あら、もうあなたのお迎えが来たようね。こちらはじゃあ、はい、あー、もう、もう、これをチャージしよう。記述紙 D。 おー、これね、最近紙の方ではプレミアム電動入ったんですけど、はい、なんとデュエプリでは上面だけで登場したという、なんかこのもう全体が見えますよ、ディールの新鮮な、いいですね、全面ね。いつもね、あの本日のラッキーナンバーで見えてなかった部分が全部見えると、うんうん、ということで、デュエプリならではですね。そうですね、このつりからの、まだ持ってる、もう一発、おお、まあ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 、さあこっちはチャージして、まあまあまあエンドで、ほう、ああ、俺でいいよ、なんかそんなんばっかやなどうなってた、そんなんばっかやな、めちゃくちゃ、どうしよう、ちょっと軽い、いや次まだなんかもうちょっと時間ありそうやから、うん、もう一回貯めてみようかな、お、これを。いやー、うまいね、やっぱ堅実なプレイング。そうですね、ちょっと非文明のドラゴンを一応貯めていくと、すぐ行ってもいいか、まあ、キノコ祭りがね、あったら打っとけって言ってましたよ。そうですね、まだあったら、まだあったら、まだあったらとりあえず打っとけって、もう、はい、いい感じ、まあ、これで安心できる数にはなったかな、うん、はい、まあ、僕は不安ですけどねいやこれね、ちょっとひどいね、ちょっとひどい、チャージエンドが、いや、動かないですね、いや、動かなくてもいいですよ、ですね、この木動かなくてもいいですよ。でもなんかこっちも引きがね、面白い、そんななんですけど、まず1個これ、いや、ちょっと待ってあのね、死ぬほど刺さる、それ死ぬほど刺さった、え、待って、ちょっと出せるカードがね、これしかない、強いて言うたらそれ以外が良かったな、どうしよう、これ打っても、もう打っても引きたいんよないや、でも言ってましたよ、皆さん、あのキノコ、キノコ祭りはあったら打っとけ、あったら打っとけ、あったら打っとけって言ってましたあ、でも別に何をね、落とすかは確かに、まあまあね、自由ですからね、これね、こっちを落とすか、はいはいはい、はいはいはい、これはでも怖いないや、ちょっと殴るのも怖いな、今動画見てくれてる皆さんもちょっとそれだけはないだろうっていうことを、ね、今思ってるんですよ、一緒に。いや、でも行こうか、行くか、とりあえず、はい、あの見せます、このデッキ何なのか、はい、ゴマナガチャンコサイン、サイン、はい、ガチャンコガチロボということで、デュープレイオリジナルガチャンコサインと、おあとはこの
ガチロボがね今回登場しましたよということで、なるほど、やったんですけど、このめくりはあら、まあそうだね、まあいいか、3枚ブーストするか。おお、ちょっとね、ガチロボ次さ構えてたから有給だけはやめてほしかった。しかもめくりめっちゃ強かったのに。いや本当にこれ出てたらやばかった。これしかもまあ何つけたとしても、まあでも一応レッテルをつけてガチロボを SA にすることができるか。おー、行くかと言われたらちょっと怪しいか。うわ難しいこれ。ちょっと時間もあれだから一旦ちょっと保留のガイハートいってみよう。保留のガイハート。いやそうだよな、やっぱこれレッテルつけてもダメなんで、一旦ここもうブーストします。はい、これで4枚ブーストです。あーすごいすごい、よしよしよし、これで9マナに伸びました。あすごい、俺もねヒノコ祭り打ったみたいなもんじゃん。やばいよ、いや手札なんなんこれ。どうなってるんだ。ガチャンコヒノコ祭り、ガチャンコヒノコ祭り、これヒノコ祭り、いやここまで来て打つのかこれ。もう打つ意味ないだろ。欲しいもの全部いないよ。ちょっとうめえ、4発打てますよ。いやいやいや、一回終わる。え、そんなにヒノコ祭りしてるの。どうしたらいいの。でも、まあ、でも支払わずに出たらマナゾーンに行くならもうガンガン行っちゃえ。もう来ないです全然。から行っちゃえ、たる出ても来ない。うめえ、よし来た。おちょっと待て待て待て、いいぞこれで。お行ってこい、バカサファー。あーこれでまあ一旦手札にワンブーストしつつ手札に戻していくスタイル。なるほどなるほど。もうこれはちょっとやばいかもしれない。分からなくなった。いやしかもこれ見せちゃうか、3マナでガチャンコガチマリン出します。ガチマリン、これはね自分のマナトーンにあるカードのコストが全て同じだったら3軽減出るんで、うん、僕のマナで11マナあるんですけど全部6のカードなので3で出て、僕の手札のカードはあのコスト 6以上のカードか全部2軽減です。なんでガチロボが4マナで出てきて演出もかわいい。かわいい、3枚チェック。おお、え暴れ始める。やばい、連鎖が暴れ始める、連鎖が来る。あどうしようこれ、え待って、バトラッシュラックルだけ諸事情につき出すか。諸事情につき出す、火のクリーチャーは出しておきたい。あおあでガチロボの効果使って、はい、おおはいはいはい、おお出る。あどうしよう、クレンモルトだけ出すか。えむずいぞこれ、ちょっとむずいっすね。どうしよう、すごいすごい、レッテルって回るか。バトルゾーンなんて決まってるからね。しか出ない。いやそうなんですよ、むずいですね、出しちゃいいってもんじゃない、うん、いやこのバトラッシュラッテル出したことがちょっと恨みになったか。ただしかしここで出てるで背をつけて、おおまだ行く。いやこれさすがにちょっとめくりの不安もあるけど、おガチロボはねあの出したら殴れって言われてるんで、うん、行きます。あーなるほど、これだけ出すか。村正リザード、これはね、はい、タップスキルで自分のクリーチャー1体にスピードアタックを与えるカードです。で、いやこれなちょっとめくりの要求あるけど、これタップスキル発動します。おで、もガチロボスピードアタックにします。7ですよ。いやこれね盤面奪ってるんですよね、奪ってるけど、いやちょっと勝つ手段があるんでいきますよ。ある、いや頼むマジでめくり、うわえそんなことある。もう大事故。いやまあまあオッケーオッケーオッケー、これでエンドします。いやちょっとね7面制限難しいな、ガチロボ。そうですね、でもこれそっか、トリガー踏む可能性さっきもそうだったもんね。まあ14万あるから、うん、14もなありすぎだろ。ちょっと、これは今どういう時計
なんだ、あの昔から貯めてきたお小遣いをもうお小遣い使い分ける時が来たか。これ2体いく、一旦だぞ、一旦まあこれは絶対ノルネクが出た。このトバーン、トバーンを出します。で、いや何か取ったっても無理だから、もう攻めに行くしかない。お、いいのかそれで。大丈夫です、行きましょう自信を持って行きましょう。いけ、うん、それでいいです最強の巨人が出来上がってしまった。いけ、あ、外していく、外した。え、これね、ダメ、埋まってるんですよね僕。あ、確かに、あ、最悪、めくりたかったカードが全部シールドにいるよ。そうだった、アクアサーバー出てこないか。え、そうなんすよね、ほんとや。いやー、えい、モロハの剣だな、ガチンコガチロボン。わあ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 、強すぎるぜ UQ で裏返ると、裏返り全部スピードバッターと、どうなってんだこのドリフト。ガチログよりなんかすごい展開してるじゃねえか。ああ、ああ、取りますえい、いけ、いやー強すぎるだろう。ありがとうございました、ありがとうございます。はい、ということで、たいさんありがとうございました。ありがとうございます。いや、でもね、やっぱこのままじゃ終われないということで、お、まあ、6軸、今回使ったんですけど、はいはい、ダメだったんで、お、1個上げて、7軸にします。あー、なるほど。はい、こっちも持ってきました。うわー、すごい。これでも7軸はね、しかもデュエプレイならではのなんか使い方できるんですよ。まあ、なんでね、今回はそちらをね、紹介したいと思います。はい、お願いします。じゃあ、早速対戦の方移っていきましょう。いくぞー、やー。よし、先行先行取りました。けどね、これね、はい、実は僕ちょっとズルしました。いや、あのね、デュープレね、はい、変わりまして、はい、あの先行とか後攻ね、選べるようになったんですよ。お、すごい、オーナーが。なるほど、ルームの対戦でってことね。そういうことです。おー、なんで、まあもしね、普通に友達と調整したい時とかにもやっぱ、うんうん、先行でやりたいみたいな時とかも便利ですよと、うん、おー、なるほど。ということで、今回はね、その機能を、まあ、僕がね、まあ負けたんで、負けいただきまして、負け戦ってやつね。負け戦ってやつです、そうです、そうです。ものは異様ですね。じゃあ、今回は7軸なんで、はい、うん、もう7-7とチャージしてエンドです。おー、あー、全然まだ分からない、ね、全然違うもんね、さっきと。そうですね。お、これはルゲーザーですね。そうですね。こっちのなんかバサラのスリーブとかプレイマットもいいな。うん、かっこいいね。で、じゃあ僕はこれは、はい、チャージして、まあ、先ほどね見せました、あ、はい、ガチャンコガチマリンを出します。これマナがね、今回は777で攻撃されているので、うんうん、3コスト下がるとなるほど。いうことで、もう次はもうガチロボ出るターンですけど、まあ引いてるかどうかみたいな。なるほど、いや引いてると思いますか。引いてるでしょう。そっか、僕そんな引き強くないですよ。いやでも自分から今言ってたから、まあ、確かにいるかどうかっていうところですよっていうのを教えてくれたんじゃないですか。あ、そういうことか、なるほどね。やばいよ、レッツさん優しいな。なるほどですね。スーパーエメラルで飲んでいくと、わー、おー、そう、あ、出た出た、それクロック置いてクロック引いたからね。それね、僕もいっぱい経験してきた道なんで。いやー、さっきまでは6軸ガチロボだったから何でも出したけど、今回はガチロボしかないなって言いながら手に持ってると。ちゃんと持ってた、やっぱり。頼む、めくれよ。なに、おぉー、すごい、来た来た来た。もうさっきとはね、違う俺を見せてやるぜ。さ、これ全部出すか。ちょ、まあ、いいんじゃないですか。いや、もう盤面埋まっちゃいますけどね。やばいやばい、盤面埋まっちゃったな。これあら、あらあら、どうしようかな。決まりますね。どうしようかな、これ。これもしかしてレッテルか。レッテルとホワイティで盤面開けながら、いや難しいなこれ。いや、でもなんか
後ろも見づらいっすね、やっぱりまだ。お？足りないんで。足りない。でこれ盤面ね、これレッテルとホワイティ出したら埋まんないんですよね。一面開くんで、スピードアタッカーつけて、ホワイティでここ寝かせて、でここクンで一面開けれるんで。なるほど。ああなるほど、もっと次になるってことか。もう一面出せるとか。しかもこれここ当たることで二面開くんで、これで攻めるか。いやでもな、あのシールドな、怖いな。何なんだろう。あ、全然違いました。え、何をしてたんだ俺は。何をしてたんだ。何だ今の。3枚めぐったか、違ったぞ。いやどうなんだろう。え、ちょっとあの、質問コーナー、質問コーナー。この盾はクロックですか。この盾はクロックの可能性はありますが、ありますが、どうでしょう。どうでしょうか。じゃあ行きましょう。信じましょう。クロックだ。インフェルノサインじゃない。おお。おお。結果的にインフェルノサインが。え、これちなみにどっちだったんですか。仕込んだ方だったんですか。違いました。え、MRC 台風仕込んだ。MRC 台風じゃん。野生のインフェルノサイン。野生のインフェルノサイン。嘘だろ。結果的にインフェルノ。いや、まあ、いや、許せねえな。まあ、いいか。許しましょう。広い心を持ちましょう。クロックと、盤面が。いや、でもこれ、これ、ラドーゼブレー、ブロッカーですからね、7500の。でかい。でっかいっすよ、まで。そうなんだよな。結構全然いけるんじゃないですか。確かにこの盤面だけどよく考えたらまだ3マナとか4マナの。あ、クロック出したから水マナがなくなっている。おお。待ってこれ無理です。さあ。シールだと3枚なんですよ。なんとか無理。いやこれ野生の。ならなそう。よしよし。ならなそうだよ。野生のインフェルノゲート踏んどいたのよかったな。そうなんですよ、さっき踏んだから。うん、野生だな、野生だな。そうかそうか、チャージして、チャージして、うーん、これ出すよりはこのままアタックするか。お、行きましょう。あめくれろ。何、いや、なんでだよ。よしよしよし、なんでだよ。YouTube 卒業だ。おお。なんかすごくドキッとだ。あー、クロック、野生、野生、野生バカリだな。めっちゃ野生。いや、まあ、まだないからなんとかなるか。ヒリューからのクロックと。残念だったな、トキヨ。マナがないですね。よしよし。ないですね。2000マナない。しかもシールドがね、2つ以下になったんで、ガチロボアタックされなくなりました。わお。クロックもされないと。ガチロボ、なんかこの効果地味に強いんですよね、マジで。そうですよね、強いですね。やっぱこんだけ序盤から展開できたら、早い段階でシグ組んでも怖くねえの。あ、でももし、まだトリガーにかけようとしてる。まだ痩せようとしてる。もしあれがあればみたいな。もしあれがあればの話をするしかない。でもまあ、これはいや、そうだな、いや野生だな。野生にかけるしかない。野生にかけるムーちゃん。ここまで全部すごいよな。シールトリガーとかね、すごい確率でトリガーやから、もう次ない可能性の方が高いけど。仲間割れだ。よし、確率的な。いや、だって4枚あったから5枚目あるとはならんやろ。なるよ。なるの。なる。さあ、その結果はこのアタックの後。あと、アタック、どうしようしよし。今回はめくれたぞ、めくれたぞ。こっちだけでいいか。デサンズ出しましょう。お、出た時にね、デーマハンドです一体破壊できるんで、はい、まあ、シューゲイザーそっち確か墓地にもありましたよね、あるんで、うんうん、まあ、シューゲイザー破壊しておきましょう。さあ、答え合わせの時間だ。何行ってこい。おお。おじゃないよ。あるわけない。よし、なんだよ、おって。ないだろ。行ってこい。よし、あー、勝ちました。ありがとうございます。イベント成功です。
はい、ということで今回僕が使用しました六軸ガチロボでございます。はい、1戦目の方ですね。はい、でまあ見事ね、あ、見事じゃねえわ、負けたんだから見事負けました。はい、見事負けました。はい、ということでございますけど、はい、まあ、今回ね、そのガチャンコサインっていうカードが、まあ、デュエペルオリジナルで、うん、まあ、収録されまして、はい、こちらがまあドラゴンズサインみたいな感じで、はい、まあその5マナでガチロボ踏み倒せますよみたいなカードとなってて、まあ、トリガーも持ってるんで縦からガチャンコガチロボで展開みたいな。なるほど。まあ、ちょっとね、僕は紙にも欲しいですね普通に。うん、このガチャンコサインはしかも記述してイールも出すことができるので、うん、まあ、紙の方だったらもうディール使えないですけど、うん、まあ、デュエペルではね普通に踏んでディール出して相手の場面除去みたいな感じで使うこともできますと。なるほど、白い。あともう一個出たガチャンコガチマシン、はい、こちらのカードね、やっぱその紙と違ってツインパクトがないので結構序盤ブーストまあしづらいよねってところを、はい、まあ、この1枚が結構解消してくれてて、まあ、水文明でありつつちゃんと3、4で4ターン目にガチロボが盤面に到着してくれるということでね、このカード、まあ、ちょっと蜜月ブーストとかには弱いんですけど、うんうん、やっぱりなんか紙の頃ってこの頃もちょっとガチロボは使いづらかったんですよ、うん、そう使いづらかったんですけど、まあ、このデュープレになって、まあ、こういうサポートカードが出て、うん、まあ、今からでももうガチャンコガチロボちょっと使いやすくなってますよと、うん、なるほど。しかも6コストのカードが増えれば増えるだけ、まあ、どんどん強くなっていくデッキではあるので、はい、まあ、ガチロボ大好きな方はね、まあ、ぜひ使ってみてほしいなと思います。はい、じゃあ次は7軸ガチロボの方を見ていきましょう。はい、はい、こちらが今回使用した7軸ガチロボですね。はい、で今回ね、紹介できなかったんですけど、はい、デュープレではドロンゴーのカードが7と3みたいな、はい、7と4みたいな感じであるじゃないですか、はい、なので3ターン目に例えばですけどロビンとかも3ターン目にロビーとして置いてみたいな動きができるんですよ、うんうん、でもガチロボでめくった時は3コストじゃなくて7コストみたいな。ああ、だからなんか好きな方を、そうです、なんで当時の紙ではなかったんですけど、うんうん、なんかクリーチャーとクリーチャーのツインパクトみたいな、うん、なんかそういうイメージで、はい、面白い、使えるので、はい、かなりガチャンコガチロボと相性がいいと、うん、いうことでね、今回7軸も紹介したいなと思って持ってきました。はい、まあ、序盤からね、そのロビーとかで、まあ、ドロンゴーで攻めていってもいいし、まあ、だから押し込みのガチロボみたいな感じでも使えますし、うんうん、まあ、普通にね、ガチャンコガチマシンから、まあ、ガチロボつなげたりとか、あとガチマシン自体が2経験なので、普通に、まあ、ロージアとかね、並べて、まあ、盤面作っていくみたいなこともできるので、うん、まあ、結構ね、このガチロボとガチマシンの登場で、なんか今までのなんか7コストたちのカードがもう、一気に使いやすくなったみたいな感じのデッキですね。まあ、こちらもね、デュープレイでしか楽しめないと思いますので、はい、まあ、ぜひね、楽しんで使っていただけたらなと思います。はい、はい、ということで今回のデッキミュージアムも終わりなんですけど、はい、まあ、今回ね、紹介しましたカードたちが収録されていますゴーエン革命、まあ、レジェンドエボリューションが明日リリースということで、はい、ぜひね、皆さんログインして15パックとあと SR チケットが1パック、はい、いただきますので、はい、そちらでね、まあ、レッドゾーンなりガチロボなり当ててみてください。はい、はいはい、ということでこの動画が面白いと思った方はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。そしてコミュニティ投稿にはアンケートなどもあるのでぜひチェックしてみてください。ということで今日の動画はここまで。また次回の動画でお会いしましょう。ジルマスターズプレイス。バイバイ。高速でインストールしてくれよな。